はい、えー、今回もですね、新型コロナウイルスの速報を連続でお知らせしていこうかと思います。1月13日からのニュースになります、えー。山口県は13日、新型コロナウイルスに感染して、県内の医療機関に入院していて男性が死亡したと発表したということですね。二つ目なんですけども、広島市教育委員会は13日、東区の私立中の生徒1名が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。次、えー、全国です。 菅総理は13日新型コロナウイルス対策本部で緊急事態宣言の対象地域に栃木、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7府県を追加したということですね。これで合計11都道府県になります。で、広島県は13日県内の5市1つの町の19人。 まとめて19人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。多いですね。えー、そして次は重大なニュースなんですけども、広島県で13日、新たに60名の新型コロナウイルス感染が確認された。先ほどのと合わせて、七、えー、79人が同時にということです。えー、居住地別での打ち明けなんですけども、広島市で33人、福山市、三好市の各8人、東広島市6人、ちょっと切れて,てすいませんけども、府中市2人、三原市、小原市、 えー、府中市の各一人ということになってますね。えー、実はね、広島県も結構多いんですよ。これから、緊急事態宣言に入るんではないかなと。その最有力候補の都道府県の一つが広島県です。次、鳥取県は13日、4人が新型コロナウイルスに感染したと発表したと。うーん。 そして、えー、最後ですよね。広島県教育委員会13日、いずれも県立学校に通う東広島市の10代3人が新型コロナウイルスに感染したと発表したということです。えっと、そうですね。 県立学校って書いてるところが、県立小学校なのか、中学校なのか、高校なのか分からないようにしてるという、まあ、配慮の一端を感じさせますけども、感染経路がね、だんだんと、こういうふうに隠されていくいう方向になっていくんですかね。まあ、人権に配慮してるなのか、それとも、人権に配慮しないといけないぐらい、まあ、国民での叩き合い、罵り合いがあるのかなってことを匂わせますけども、まあ、皆さんね、これは誰がなってもおかしくないものでありまして、一致団結してみんなでね、克服しないといけない問題だ と思いますかあ個人攻撃をしたい場合はね菅総理の内容を得ない会見とか西村経済担当大臣の野良にくらりとした答弁とかあの辺に対してね権力者に対してちょっとねチェックをするということはいいと思いますけどもまあ国民同士ね足を引っ張り合わないようにしたいですよね。それでではは本日は以上ですありがとうございました